はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日は脱出ゲーム海の駅から脱出続きをやっていきたいと思います。8章かな。次は、おや、見知らぬお方がいらっしゃる。いや、君は誰だい？え、わからない。記憶がないんだね。実は僕もなんだ。ここはどこなんだろうか。頭がぼーっとするよ。はあ。一服吸いたいんだけど、タバコ持ってないかい？自分のは気出しててね。駅員さん。新しい人が来たね。君がいるから。またすぐいなくなるんだろうな。解決しちゃうからってことだね。お金がない。タバコは自販機ないよね、ここ。駅名が書いてないの、すごい不思議な感じ。ワイヤーはいつ切れるんだろうか。魚は相変わらず。でもここそれ以外のものはなさそうだね。この辺も相変わらず何もって感じだね。うん。この子もずっといるよね。え？タバコ？そういえば、私の夫も吸っていたわ。私より二つ年上なんだけどね。体に悪いからやめた方がいいって言っても、聞かないのよ。これ、彼のものだけど、持って行っていいわ。お、タバコだ。え？いいのよ。タバコなんて、また買えばいいわ。あなたのおかげで、彼のことも思い出せたし。気にしないで。タバコだ。あ、ごめんなさい。昔、夫とよく聴いていた音楽を歌っていたの。なるほど。人妻の方でいらっしゃる。すごい、でも少女みたいな外見だよね、この子。じゃあ、おタバコです。あれ？それは、僕が吸っている銘柄と同じじゃないか。もしかして、譲ってくれるのかい？助かるよ。ライターは持ってるんだ。では、早速。いや、ありがとう。吸いたくてたまらなかったんだ。記憶がないのに変なもんだよね。うん。ついでに君、これ、開け立てる？僕が持ってたみたいなんだけど、開けられないんだよね。持っていてもしょうがないから、君に渡しておくよ。どっかで見たぞい？この記号、どこかで見たぞ？今回、この女の子にやっぱ関係があるのかな？あの人、旦那さんなのかな？これだよね。あ、ちょっと待って。待ってよ。非。なんか、1の指示文字みたいなやつ。で、プラスドライバーのマーク。プラスドライバーのマーク。あ、意外と簡単だった。はい。鍵は解除できたみたい。持ち主に渡しに行こう。あ、中身は見ない。紳士。あ、ちょっと話してみていい？あ、変わってなかった。
はい。お、開けることができたのかい。何に使うかわからないものばかりだね。お、これは？これが乗車券なのかね。なんか色が違うね、今回は。ということは、これで列車に乗れると。え？名前が書かれていないって。名前がないと乗ることができない。そういえば、駅員の彼も言ってたね。なるほど。ということは、思い出したら、記入すればいいのかね。他は特に役に立つものはなさそうだね。じゃあ、他のものは君にあげるよ。何かの役に立つといいんだけど。電池だ。あそこだな。電池のようだ。なんとかボックス。あと、ドライバー？ドライバーだ。あと、これ、なんだ？ん？燃やす？炙り？火に炙るのかな？もうちょっとなんか話しない？さて、これからどうしようか。駅員さんは変わってない。待って、ドライバーがいるところは、これまだ無理なんだよね。無理だろうね。順番に行くか。まずはここからだね。この上のやつ。はい。なんだそれは。何これ。待ってよ。太陽を左左ってことは上っていい？上かな？この五角形の。このペンタゴンの上？で、ちょっと待ってよ。なんかあったよね。で、月がね、確か上左なんだけど、上左だから、右下か。右下。で、星が上右だから、真下かな？じゃあこの位置関係でいいとしたら、これが欲しい月。オッケーオッケー。で、何が起こった？あ、開いたってことね。あ、二つ目の電池。はい。何に使うんだろう。これはこれで OK。あとこれだね。ドライバーがあれば外せる。あれ？ドライバーなくなったんだけど。あった。びっくりした。外す。待ってね。この記号。なんか炙るんだと思うんだけど。なんか炙れるようなところあったっけ？ろうそくあったっけ？ここに。消えてる。ろうそく。いや、電池はめてこようか。
こだよね、多分。違うかな。違った。完全にここだと思い込んでいたが。電池2つはめるとかじゃないんだ。違った。残念。五角形のもなんかあったっけ？これは違うな。みんないなくなっちゃうね。え？新しい人が来たの？どんな人なんだろう？電池、電池。使うとこあったっけ？これはもういいし。中になんかあったっけ？いや、これは違う。これももういい。これも開けた。これも取った。リモコンとかない？これも解いた。これもやった。これも解いたし。ん？リモコンみたいなの使うとこない？これ気になるんだけど。気になるんだけど。え、この五角形のもなんだっけ？どっかで見た？これは、なんだっけ？あ、これは解いた。これなんだっけ？これは解いた。これも解いた。いや、これはもうやることないか。ここの現場は。炙れない？火に炙るのかなって思ったんだけど。このままだと関係性わかんない気がするんだけど。あれ？電池。電池はめれそうなとこ。あり？あとはこれか？全然形が合わん気がするけど、合ってしまった。なんだ？ちょ、これのヒントは？なんかなかった？これはもう解いた。これももう関係ない。これも関係ないよね。これまだな、あ、ちょ、間違えた。待ってね。よく考えよう。これハマったけどわからないな。ハマったけど、適当に解きたくないし。一応上下で合わせてみる。絶対違うけど。上下で合わせると、カエルは羊なのよ。で、
カメレオンか、これ。これ？で、恐竜が、コンドルみたいなやつ。白頭足かな。一応これの通りにやったけど、どうやら違うようだね。多分なんか炙り出しだと思うんだけど。炙る、あ、ライター持ってるって言ってた。ライター貸してください。おいちゃんライター貸して。ライター、どうしたんだい？ライターを貸してほしい。いいよ。はい。紙を炙ってみた。何かが浮き上がってきた。よし。来た。来た来た来た。これこれ。理由は変わらず。乾電池どこで使うんだろう。待ってよ。よく見とこう。網だくじかな。どしとしたら、オットセイみたいなやつか、これ。オットセイみたいなやつが買える。で、カメレオンみたいなやつが、なんだろう、しましまの尻尾の謎の。やつ、オットセイみたいなやつ、これか。で、待って、カメレオンはアナグマです。だから真下でいいんだな。で、恐竜みたいなのはコンドルみたいなやつ。あ、これは合ってんだ。で、この大橋だったっけ？大橋さんみたいなやつは羊。よしよしよし。あ、リモコン来た。リモコンだ。電池が入っていない。ここで？よっしゃ。で、この子のセリフは変わってないですね。では、こんにちは。このリモコンにて。ぬ待ってよ。早い早い早い。月、太陽、月、太陽、星、太陽、星。了解。それだけだね。これを、ちょっと待ってね。この位置関係でよし、かな？では、この位置関係になるように、この、色がちょっと変わってるやつを、合わせればいいのかな。ちょっと待ってよ。じゃあまずは、戻りすぎた。あ、これじゃない、これ。あ、これは適当にやっても絶対できなさそうだね。まずは、月に合わせます。で、太陽。で、星。太陽、星。ちゃう？んっと待ってよ。もう一回。月、太陽、星、太陽、星。
違う？曲がる方向って関係あった？回転させる方向が関係ある？ちょっと待って、もう一回見に行こう。もう一回。回転方向は特にない。待ってよ。月、太陽、星、太陽、星。月、太陽、星、太陽、星。え？これはもう、この、待って、これを関係あるのか？ちょっと待って、じゃあ回転させる方向を、でも左はいいとして、上左とかどうするんだろう。これに合わせてみる？まず、月は、上って、上左なんだけど。左。太陽は、左。で、星が、上右なんだけど。上右。で、星、太陽が、左。で、星が上、戻して右。これも違う。はい。ちょっと待ってね。さっきの矢印だと、月が上左なんだよ。上左。左に合わせる？月。で、太陽が、左だから、もう、で、星が、上右なのよ。右。で、太陽が、左。おー、絶対違うな、これ。で、星が、上で、右。違いますね。ちょっと、もう一回、月から始めようか。月。もう一回戻る。で、月。太陽。なんか違うな。どうなんだろう。星。回す方向がわからんな。でも多分このヒントでいけるんだよね。月ここだよね。
太陽ここ。星はここ。太陽ここ。星ここ。違うようなんだよな。はえー、これまだ関係ある？もうアイテムないな。なんか見落としてるのかな。回す方向は関係ある？全然関係なく、一番最初にカーソルが合ってるのが月だと仮定します。一番最初にカーソルが合ってる部分が、これが月だと。いや、でもおかしいよね。おかしいよね。月だと仮定すると、でもなんかすごい変な角度になる。ちょっと待ってよ。こう考えると、太陽が、ここになるか。で、星がここになって、太陽、星。そういうわけでもない。最初に合ってるのが月ってわけでもない。ちょっと待って、ヒントください。ん？お店のテレビ、木造小屋の2段重なっている、会場後のボックス上が関係しているようだ。それはわかるんだけど。それはわかるんだけど、これですよね。で、月太陽星太陽星だよね。もう一回やってみる？月でしょ？太陽でしょ？星。太陽、星。違う？回す方向は関係ある？まずこの指定なかったよね。え？どういうこと？え、同じ まずこ適当に変えただけだけど。ちょっとこれ納得いかないな。どういうことなんだ？ん？まず方向関係あった？同じように動かしたと思うんだけど、もう確認できないな。ちょっと動画見直してみよう。はい。ここじゃない。これかな。はい。鍵を使用した。写真だ。あれ？この女性は？先に見せてみるか。あら、その写真。私と。あら、
私の夫だわ。え？この格好の人が駅の方にいる？そうなの？きっと私のことを迎えに来てくれたんだわ。とても長かった。私、行くわね。教えてくれてありがとう。いなくなってしまった。あのボックスと謎はわからんままだ。新しく来た人、あのお姉さんの夫だったんだね。ずっと待ってたみたいだから、会えてよかった。いや、君かい？あれ？若くなってる。あ、そうか。この時にこの子が亡くなったんだね、この女の子が。さっきはありがとう。どうしたんだい？そんな驚いた顔して。君のおかげで記憶を思い出したよ。そっか、ずっと待ってたってのは、亡くなる時期にかなり違いがあったんだね。男性の方がかなり長生きを。長生きって言ってもあれだよね。まだ若いけど、さっきの初老の感じでも。彼女は僕の妻のアンナだ。彼女に僕のことを知らせてくれたんだろう。それで彼女が僕の元へ来てくれたんだ。本当にありがとう。あ、待って、どこからアンナさんのセリフだった？本当にありがとうもアンナさんだった。ごめん。本当にありがとう。教えてくれて。彼女が来て、急に抱きしめてくるから、びっくりしたよ。その時は、まだ思い出せてなくてね。だけど、ふっと思い出したんだ。彼女のことと、自分のことをね。僕の名前は、ダニエルだ。ずっと、待ってたのよ。もう、来ないかと思った。待たせて悪かったね。でもこんなところで出会えるなんて思ってなかったよ。そうよね。あなたは別の人と結ばれて、私のところへ来ないかもって思ってたわ。それでもよかった。それでも。きっと私はずっと待ち続けてた。でも、こうしてまた会えたね。僕は君のことが忘れられなかった。だからきっと君のもとへ導かれたんだ。そういえば、君の言う通り記憶を思い出したら、乗車券に名前が浮き上がってきたよ。私の乗車券も、あなたが指輪を渡してくれたとき、名前が浮き上がってきたの。でも、乗らなかったわ。彼を待つって決めてたから。ガタンゴトン、ガタンゴトン。列車の音が近づいてくる。君のおかげで彼女とまた会うことができた。心から感謝してるよ。君も記憶が戻るといいね。私も感謝してるわ。夫のことを思い出させてくれたこと。あなたのおかげね。悲しいけど、これでお別れかしら。それじゃあ、さよなら。また、どこかで。じゃあね。次会った時は、君も思い出してるかな。その時は、君の話も聞かせてくれよ。じゃあね。さよなら。
やっぱり回す方向がなんかあったのかな。どっかに指定があった。右回しとか左回しとか分からんな。ちょっと見直してみよう。みんな行っちゃうんだね。少し寂しいかな。君が、うん、なんでもない。君も誰かを探しにここに来たのかな。早く戻るといいね、記憶。夫婦。そうか、チャプター名は夫婦でしたか。というわけで、チャプター8、夫婦、クリアです。いや、マジです。ちょっと最後のあの、ダイヤル回し、あの、ペンタゴン的な五角形のダイヤルを回すやつだけはちょっとよくわからんかった。ちょっとよく見ておこう。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。